はい、どうも、ゆうねいです。こちらはね、まあ本日拾ってきたモンキチョウ。すいません、ちょっと喉が渇いてたんで。まあ、あるいは貴重でしょうかね。モンキチョウ、あるいは貴重です。まあ、外が寒くてなんか弱ってたみたいなんで、まあ、引き入れたんですけども、まあ本人はね、まあ至って元気みたいです。まあね、まあ以前、まあ以前のね、せせり鳥とか、あと、スズメガとかをね、入れてたケースと違って、まあ、このケースはね、まあ、高さも、まあ、広さも桁違いなんで、まあ、それにね、まあ、足場もしっかりしてあるんで、まあ、まあ、普通に飛んだりしても、まあ、特に問題はないかなって感じです。まあ、パッと見お花が少なくなってきたこの季節にね、まあどうやって、まあ、食べ物を見つけて飢えをしのいでいるのか、まあ私が見てないだけで、まあ実は結構あるのかもしれませんけどね。まあ今日はね、このモンキチョウを止めて、まあこの撮影日の翌日にでもね、まあちょっと、まあ外に出してあげようかなと思っております。まあ一応念のため餌はね、まあ例のごとく野菜ジュースですけど用意しておいたので、まあ飲んでくれると嬉しいなと。まああんまりお腹が減ってなかったのか、まあ速攻で無視されましたんで、まあね、まあ、せっかく作ったものを無視されるというのはなかなか悲しいですね、やっぱり。まあ、とりあえずこの部屋はね、気温がある程度ね、まあ一定なんで、まあ体力を回復させるにはもってこいだと思います。まあ、さっきも言った通り餌もありますしね。まあ実質まあ監禁みたいな感じですけど、まあね、失礼。この子たちの隣でね、まあゆっくりしてもらいたいと思います。まあ、モンキチョウについてね、まあ、私、名前だけはね、知ってる身なんですよね。あと、キチョウも。まあ、ちょっと画像で見た限りだと、モンキチョウの羽には、なんか、まあ、白い点みたいなのが、まあ、ついてたと思うんですよ。でも、まあ、このチョウにはね、まあ、それっぽいのはありますけど、なんか、ちょっと違う気が、するんですよね。まあどなたかね、まあ蝶々に詳しい方がおられましたら、まあぜひとも情報をね、提供してくださると幸いでございます。まあぶっちゃけいらないお世話だったかもしれませんけど、まあ我が寮はね、まあ普通に迷い込んで雨宿りとか、まあ、しに来た蝶とかがね、まあ、出られずに飢え死ぬことが多いので、まあ、そういったことがないので、まあ、ね、まあ、そういったところだけはね、まあ、幸いだったのだと、まあ、この貴重にはね、思ってほしいものですね。
それではまた。